LA ソリューションズの入り駒ですついに図表でわかる無痛分娩プラクティスガイド3000部突破いたしました <laughs> なんとですねこの参加という分野で3000部を超えるということは一応ヒット書籍ということになるそうですで5000部を超えるとベストセラーになるというふうに言われていますで 改めましてこの5千部というのを目指せる書籍になったということなので改訂版が約出版から45年後に出せるということが決まりましたありがとうございますでそしてここまできますとこの3千部突破記念として著者自らによる書籍解説ということをやっていきたいと思います 前代未聞の著者による、えー、解説ですご期待くださいそれでは始めたいと思いますチャプター1無痛分娩とは無痛分娩とは、まあ、別にこれ哲学の話ではないんですがいつからそう呼ばれたんでしょうね無痛分娩と実は皆さんご存知のじゃん田辺恵子さんによる 無痛分娩と日本人という本にその流れが書いてありましてまあ大体与謝野き子さん知ってますかね皆さん与謝野き子さん乱れ神なのであの方も無痛分娩だったとそして「無痛分娩」という言葉が、えー、普及し始めたのが使われ始めたのが大体昭和5年ぐらい昭和5年で戦前です。 から無痛分娩という言葉が日本の医学界でも使われ始めたというふうに記載してあります。で、海外ではもともとレイバーアナルゲジアというふうに言われてました。レイバーアナルゲジアですね。レイバーが分娩でアナルゲジアが鎮痛という意味ですね。LA ソリューションズ、うちの会社の LA ソリューションズの LA もレイバーアナルゲジアから来ているということになります、はい。やっとですね、日本語になったこの無痛分娩ですが、昔は注射をして、 こう意識朦朧としている間に、まあ、分べに至るというのことだったので、まあ、無痛と、まあ、痛みがありませんという言葉に、えー、したんだろうというふうに推測されます。でまあ誕生日無痛分べという言葉の誕生秘話はここまでにして無痛分べとはどういうことを言い表しているのかっていうのを説明したいと思います。じゃじゃゃん。このの無痛分娩というのはですね、 痛みがないと書きますが、この分娩の前経過中の、まあ、途中から、まあ、麻酔をして、麻酔というプロセスを踏んで、まあ、分娩に至ると、ね。で、この麻酔などによるですね、何かしらの手段を用いて、陣痛の痛みの部分を緩和し、分娩に至らしめる一連のプロセスです。一連のプロセス。決して痛かったとか、痛くなかったとか、 そういった結果を表す言葉ではありませんはい。ね。だからめちゃくちゃ痛かった無痛分娩っていう日本語は成立してしまうということになりますもう一度おさらいです無痛分娩はえ鎮痛という行為、これプロセスを表していますこの一連のプロセスを表しているので結果を表している言葉ではありませんこのプロセスにはいろんなまあ麻酔法があったりいろんなやりやる 麻酔を始めるタイミングがあったたりとといいうことでこででれは後で解説させていただきます、はい、次にですね日本の無痛分娩の普及率なんですが皆さん何パーセントかご存知ですかはい、えー、去年おととしですね調査が行われまして2017年に調査が行われまして2016年分のデータが出ておりますなんとじゃじゃんこれは世界の無痛分娩 普及率をグラフににしたんでですすがちょっと見えにくいですかね日本、ここにあります。えー、10年前は約10年前は、えー、2.6%だったのが、これ見,ず見づらいですかね、6.1%になっています。6.1%。10年で倍増ということになっていますが、他の先進国に比べるとやはり普及率は低いということになっていますね、はい。もうフィンランラドなんて もう90近く88になっていますでなぜこういうことが起こっているのか、なぜ日本の無骨分娩普及率は低いのかというのが、まあ、問いになると思うんですけれども、これは決して日本の医療が遅れているとか、そういうことではなくてえ、まず医療構造ですね、分娩施設の集約化、まあ、医療施設の集約化と言ってもいいんでしょうけど、そういったものがえ日本はえ他の先進国と違うと、まあ、決してこれが遅れているかどうか置いといて、形が違います。 そうすると、えー、無痛分娩のサービスがまあしづらいというな環境下にあるともう一つはもうまたこの本、はい、この本いい本ですこの本にも書いてあるんですけども日本の分娩の捉え方日本人の分娩に対する捉え方がどうも明治維新以降にちょっと変わってきているということですね。 なので、えー、文化的な背景ももちろんあるでしょうと、一概に文化、文化というんじゃなくって、文化的な背景と医療構造と、両方あるというふうになっていると思います。で、さらに言うとですね、実はこのいろんな国、先進国でも、少なくとも20%ぐらいは行くわけですね、ドイツ。 ギリシャとかイタリアでも20%ぐらいは行くんですが日本でも無痛分娩を始めた施設がちゃんとしたサービスを提供していればつまり24時間365日無痛分娩を提供するっていうサービスをまずポンと広げればそういった施設では無痛分娩率は20%を軽く超えます。これはこれれはまでにえ無痛分娩を、えー 新しく始めた総合病院で24時間体制をとっているところは必ず20%を超えてますつまり、えー、無痛分娩はやっているけれどもえ夜中来たらちょっとできませんうちできませんというような施設だと、まあ、患者さんも怖いと心配痛くないつもりがやっぱり 今日は痛く、今夜は痛く産んでください」なんて言われるのが嫌なので、まあ、普及しないだろうというのも考えられますので一概に日本が遅れているとか普及率が低いのは何々が原因だということは言えないということです少なくとも過去10年で日本の無痛分娩は倍増しているということが言われています調査で分かっていますということでチャプター1「無痛分娩とは解説」終わりましたじゃあまた